はい、どうもゴリスポーです。皆様お疲れ様でございます。今の進行状況、また言っちゃった。ちなみに A を言うたびに小銭をシコシコ貯めてたとしたら、今頃ゴリは大金持ちだったと思います。はい、こちらですね、サンダー仕上げまして、今後どうするかって言ったら、これですね、昔買ったホルツの粘土パテ、真鍮入りですごいカチコチになるんで、これを、ここに入れて、明日は休日出勤になってしまったので、明後日、そのこう固まったパテを削ろうかなって思ってます。そして、このままだと錆びてしまいますので、ここで登場するのがたっちゃん南を甲子園へ連れて行ってって感じで、このタッチペンですね、これを使います。ただこのタッチペン、絶対に他の方やった方もいらっしゃると思うんですけど、横向きなんかでこう立ててて、地震かなんかで横向きになっちゃったまま放置しちゃいますと、これ絶対に開けませんからね。もうボブサップじゃないと開けられないぐらいの。で、結構タッチペンあるあるで、まあ、その倒れたまま放置で開かなくなっちゃった、もしくは半年以上こうそのまま使って放置してた、開けて中がカチカチでもう何にもない。これ半分の量にしてもらいたいです。本当に半分の量で半額で販売してもらいたいなって。まあちょっと余計なお話ですが、あとはここにブレーキがつきます。もともとついてたんで、そうなるとどれだけの幅を逃がせばいいのか、そして自分で源助にあげられなかった思い出のある自分のワンオフマフラー、これ幅を結構持たせて設計したはずなんですけど、その、どんな感じかちょっと見たかったんですけど、ここ当たっちゃってちょっと引きに取れて、今竹槍状態になってます。もうちょっと下に行くはずなんです、この角度でも。ここが当たっちゃって、もう S&S クリーナーじゃないともうその微体値に合わせられないんで、もうどうしていいか、ちょっと今の自分には S&S クリーナー買えないですからね。まあゆっくり考えます。ここの幅、確かに自分で作った時はもう十分幅持たせたんで、そこら辺は大丈夫だと思います。あとは、あ、そうそうそう、これキャブ車時代に作ったマフラーなんで O2 センサーはございません。そしてその O2 センサー、これ純正の液パイ、こちらですね。この液パイがラッキーなことにステンレスでできてるんで、もうあれこれ車検とか後でまだまだなんで、ここピーって切っちゃって、これごと、向こうにつけようかなと思ってます。ただですからね、それは自分で綺麗に切っ飛ばして自分で溶接無効をすればそれはただなんで、で源助のアドバイスで556、これを塗っとくと、あ、このセンサー取りやすいよって。ただこのセンサーなぜか小さくなっちゃったんですよね、いつの間にか。もともと自分が知ってるのはもっと大きかったんで、もうそのボスがないんで、もう自分でも切っ飛ばして溶接するしかありません。そしてなんで556っていうのかも分かりません。557じゃダメなんですかね。なんで556の、まあ、かしすいません。まあ、そして、こちら、左側、例のポッチですね、これ。ここと、ここ。この2箇所。で、スイングアームの、ここ。スイングしませんと。まあ、これ、向こう側サンダーで切ってましたんですけど、サンダーって結構辛いんで、今回は、電動ドリルで、破壊して最後にちょこっとだけサンダー仕上げっていう風に考えています。ただ昨日私事なんですが、忘年会をやりまして、今日は頭痛くて今2時過ぎております。もう今日はそんな感じでな、もう作業する気がございません。申し訳ございません。そして明日休日出勤、まあ頑張ります。明後日ですね、やる気になるのは。そしてこれがギアのブレーキ、問題のこのネジ、このネジは自分外したことなかったですね、今までは。2号機は何も外す必要がなかったんで、ただ竹チャンネル様、竹ちゃん、
貴重な情報をいただきまして、10ミリの12角、それ自分のだったらいけたけどどうだいって感じでコメントあったんで、これ買ってきました。400円でした。意外ともっとするかと思ってもラッキーでしたね。これぴったりです、ぴったりです。これもう本当に次はホイール入れるときは必ずこのキャリパー外さなくちゃいけないんで、これは本当に嬉しい情報いただきましてありがとうございました。今日はこんな感じで失礼いたします。